まあ取れるならあっちに取っといた方がいい気がしますけどね。まあそうね、はい、社会の中でも独学がちょっとしづらい科目ではあるから、ね、歴史と比べるとね、はい、まあの中森です。武田塾お茶の水本高校社長の太田です。中森先生、はいはい、赤本今生徒もガンガン解いてますけれども、そろそろ全部ね出揃ってきた感じですもんね、うん、なかなか発売されない大学も多くてやきもきしましたね。大学別がね、ほんとね、最近扱ってる大学がまだ取ってないやつばっかりだったんで、赤本が届かなくて届かなくて、結構あの赤本待ちなところがありましたからね。本当にちょっと遅れてね、はい、申し訳ございません。はい、はい、まあそんなことでそれに関連した質問をしていきたいと思います。はい、はい、赤本、あ、赤本じゃない、過去本、赤本じゃない、赤本といった、もう一回やる、わかります赤本でも過去本ではないわはい、いきます。じゃあここで、質問です。赤本といた、はい、選択肢丸1、第一志望だけといた、うんうん、丸2、志望校いくつか解いた、うんうん、丸3、まだ解いてない、はい、丸4、解かないで突撃する。これはね、いる、たまにやりましょう、やりましょう。第2志望以下ならいるよね、全然ね、いますね、うんうん、まあ、これやると、大抵失敗するんで、絶対、少なくとも見るぐらいはしていただいて、やっぱり現状を知らないと、何をすればいいのかわからないと思いますし、はい、結構怖いから解かないっていう人いるんですよね、うんうんうん、怖いのはすごいわかるし、本当気持ちはわかるけど絶対解いた方がいいです。てかね、状況わかんない方が怖いよ、正直、はいはい、できないならできないで、どうしたらできるようになるのか分かった方が絶対怖くなくなるから解いた方がいいですよ、はい、間違いなく、うん、で今日の質問いきましょうか、はいはい、高校1年生の東大志望です、はいはいはい、うちの学校では2年への進級時に、うん、東大文系志望生を対象とした地理の授業選択、英語演習か地理かがあります、うんうん、そこで質問です、うんうん、高2のうちから地理の授業を取るメリット、デメリットを教えていただきたいです、うんうん、また英語の進捗状況は年内単語、熟語は終わるくらいです。第三者の意見として武田塾さんにお聞きしたいです。よろしくお願いします。なるほど。いや、まあ取れるならあっちに取っておいた方がいい気がしますけどね。まあそうね、はい、社会の中でも独学がちょっとしづらい科目ではあるから、ね、歴史と比べるとね、はい、まあ取れるなら取った方がいいんじゃないってとこだけど、デメリットっていうか、純粋にその気になるのはやっぱりその先生がいいのか悪いのかっていう。僕は割と学校の時の地理の先生はこう脱線が多かった先生だったので、はい、全然話進まなかったんで、正直、うん、取んなくてよかったかなって感じでしたけど。そうですね、まあ、地理っていうところポイントなんですけど、英語演習か地理かどっちかって言ったら、うん、英語演習だったら別に自分でやってわからないところを先生に聞くっていうのも使えますよね。まあ地理もそれはそうかなと思うけど、はい、純粋に困る方だよね。だから結局自分でやるのが難しいかなっていう方で、そういう意味で言うと地理の内容が結構やっぱりその評判がいいか悪いかっていうところがかなり、そうですね、結局これ自分でやんなきゃいけないじゃん、なるなら地理取るメリットがなくなっちゃうし、逆に先生がすごい評判で、いや東大行きたいなら絶対この先生の授業受けた方がいいよって人だったら取った方がいいんじゃないって話になるもんね、うんうん、分かりやすく噛み砕いて教えてくれる本当に面白い科目ですもんね、どうせね2年のうちは前半終わんないと思うんで、ですね、まあ、地理か系統地理のどっちか終わるか、ちょこちょこつまみ食いかみたいな感じになるかとは思うんで、はい、多分どの道自分でやんなきゃいけないと思うんですよ、はい、ある程度の範囲。ただそれやるときに、ああこういうことを気を配ればいいんだなとか、地理ってこういう科目なんだなっていうのを掴んでた方がやりやすいっていうのは事実あると思う。そうですね、そういう意味で今取っとくメリットあるよと、はい、でデメリットに関しては今言ったようにその無駄に終わる可能性があるっていうそこかなとは思いますね、うん、これはまあ先生の授業内容にもやっぱりよるし、はい、あと本人のモチベーションにもよるし、はい、社会とか別に3年でよくないみたいなテンションで受けに行っても確かに何にも何にも意味なくなっちゃうんで、うんうん、じゃあせっかくやるんであれば入試で使えるようにクオリティ上がるように身につけていこうっていう意識があるなら全然いいんじゃない。地理、まあの方が多分こう後々取ろうと思ってもなかなか取りづらい科目ではあるから、うん、今選べんなら取れんなら取っちゃっていいんじゃないと。ただ事前に先輩とかから評判を聞いた方がいいんじゃないっていうような、はい、うん、まあそうですよね、はい、
はい、まあということで、やはり評判次第、地理の先生の評判が良ければ地理を取りましょう、地理の先生、あ、すみません、地理の先生の評判が良くないのであればやっててもあまり意味がないかもしれないので、英語演習の方がいいかもしれないです。あと自分自身やる以上は、今の時点から入試に向けて勉強する気があるなら地理取ってもいいけど、まあなんか学校の授業で取っとくかぐらいの感覚だったらあんまり意味ないし、参考書とかいいんじゃないって話になるから、それだったら取らなくていいかなって感じですかね。はい、はい、では本日は以上です。竹谷塾の公式 LINE アットが開設されました。概要欄のリンクから QR コードを読み込んで登録をぜひよろしくお願いします。受験のさまざまな情報や僕らからの一言メッセージもついてます。登録ぜひお願いします。